はい、と練習終わって帰ってきて、これから昼ご飯食べます。この後バイトなんですけど、監督と、スタッフが、挨拶も兼ねて食べに来てくれるということなので、また、料理作ってもてなそうと思います。で監督も、出演してくれるということで、少しお話、いただけたらなと思います。でそれ終わってから夜ライブ配信、ほぼ1万人記念ってことで、初めて YouTube ライブやらせてもらうので、初めてなのでよく分かってないんですけど、まあやってみようと、これも経験ということでやってみます。はい、います。
組は3分15とかやったな。まあそうですね。受けは8番手ぐらいやったな。8番手ぐらいですね。お前も若い。20? え27、今年8です。もう一番いいやん。今年いい年ですね。うん、羨ましいな。いない心と体が、うん、まあね、一番だっか、うん、一番なんか思い通りに人生で一番やれる。いや、もう誰もが言う、もう誰もあのどの年に戻りたいか。27、8やな。もう経験も積んである程度な、頭と体が全部こうフィットするのは。まあサッカーはな、やってもやっても上手くなれへんから、俺はショックするやん。俺ももうなかなか、なんでこんな上手くなれへんのかなって、もうそう思われないで言ったら、誰だって。でも走りはやったらやった分だけ、本当な、ボランチとかの中盤は絶対俺ら無理やから。俺はもう世界が違う。逆になんか聞きたいことはないって言って、僕の YouTube 活動についての意見っていうか、あ、もう俺やっぱりもう最初にやるその人らってすごい大変やと思うんだよ。で俺もその例えば勝った後な、喜んだりしていろいろサポーターとやるっていうのは、今やったらみんなのどのチームも勝ったらああやってするけど、最初もなんか勝って負けたチームへの冒涜やとか、それはいろいろ言われた。でも俺はやっぱりそのやる意味を自分でも思ってて、勝って喜びを分かち合うのがチームの関わる全ての人としたい。だから相手のチームをなんか悪く言うためじゃなく、自分らでこう盛り上がってるっていうのを、でそれをやっていくとだん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 広がっていくね。やっぱな、いいことをしてて広がっていってる話はそれは正解よ。でもなんか変なことしてたら絶対広がっていけへん。だからなんか炎上とかそういうのとかはもう本当その時はいいけど、絶対どんどん悪くし閉じていくん。でもいいことっていうのは他の人も、あ、なあ、他の地域リーガーも、あ、俺も一回やってみよう、あ、地域リーグのこういう形をこう、例えば選手じゃだけじゃなくてトレーナーもやってみようとか、俺何でもいいと思う。なんかメニューとかだって全然だし、ただメンバーをな、メンバーとはそれはカウントやね。あ、練習メニューを、うん、メニュー自分で全然。ただあの チームメイトとかサポーターとかの人たちへの配慮っていうのは必要やな。そうです。俺に対してはもう、俺はもう納得しましたんでね、公認です。ありがとうございます。いいあれになりますね。この美味しい、美味しいご飯な、食べた後やからもう弾んじゃいます、弾んじゃいます。でも逆になんでしようと思ったの。もともと料理好きでやってて、うん、それでこういう場もあって、で、ちょっと待ってください、待ってないほんなん、やり始めた時からどこを、まあゴールじゃないけど、どういう風になりたい思ってやってた。まあ、YouTube 自体は、うん、まだ1年経ってないの、ないんですけど、まあ、最初こんなに見られると思ってなかったんでやってて、でも見られていくうちにいろいろ応援してくれる人もいるし、結局自分のためにもチームのためにもなってるのかなと思ったんで、まあ、これでもっと広がっていって地域リーグとかが盛り上がっていけばっていう風に YouTube を使えればベストかなと思って今はやってるんですけど、いずれはな、ロッカールームとかでもさ、それはチームが OK やったら俺とってもいいと思う。それは別に意見のだけのっていうか、チームとしてもそういう記録は残していって、やっぱその昇格した時にさ、 DVD、YouTube それぞれコラボ企画みたいにしたり、今変えれることと今それは変えられへんなっていうのを
いっぱいあるやん。なあ、ちょっとでも変えていきたいし、変えるためには昇格せんと環境は変わらんし、なんかこうここになお世話になってるけど、やっぱ本来やったらやっぱサッカーのなそのプロになって違う形でまたなこう返していけたらそれがお返しをし今もうどれだけ計算してるからちょっと今こうでこう研修のことをねもっとグダグダか言って喋ろうかな。はい、ボンズ市原監督の岡山です。僕は昇格をずっとしてきました。で、監督1年目昇格請負人を監督でもしてみんなで JFL 昇格します。俺はねそれをずっとずっと言い続けて昇格した暁にはまたこのイケチューブに出ますんで、それまでまた結果を見ててください。応援お願いします。